なんかさ、昨日もさお休みメール送ってなくてさ、今日もさ755でおはようも送らないし、おはようメールもついさっき送ったばっかりなんか超音信不通みたいな感じになってたんですけど、元気ですなんかめっちゃ音信不通人間みたいになっちゃった、すいません。全然あの別に何にもないんだけど、そう夜ドラマとか見てるんです。あ、でもその昨日お休みメール送れなかったのは普通にちょっと話し込みすぎて送れなかったんだけど、そうでもそう、それでその後お家帰ってきて、昨日は夜2時半ぐらいまでドラマを見てたからそう、でその後朝起きて、あ、支度しなきゃって思って支度してたらメールとかも全部送ってなかったみたいななんか昨日寝る前に、あ、明日お昼配信できたらいいなって思って寝たんだけど、朝起きたら、あ、やばい、あれだ、おはようメール来た、あ、よかったです、12時過ぎから配信したいんだった、支度しなきゃって思って支度してたら普通にメール送るの忘れてた今届きましたか、すいません。昨日はかほちゃんと飲みに行ってないんですよ。昨日は劇場行ってましたもしかしたら気づいた方いらっしゃったかもしれないけど、昨日さなんかアイス食べながら配信したじゃないですか、昼間3時から。あのあと劇場行って公演見てきてたんだよね昨日そうなの、すごいあの DMM で見る風の雰囲気出しといて、昨日あのあと家出て劇場行ってたそう、なんかどういう感じかなと思ってコール解禁されて、ローモバのチャットで知りました。どういうことなん？なんで？なんか私にバレないようにしたかったのかな。なるべくその私のコミュニティだけで狭めたいから、外に情報を漏らさないようにするために。なんかツイッターとかに書くんじゃなくて、あえてそこに書くとかってことですか？そういうことなのかな。誰だそこに情報を流したやつはじめまして、ありがとうございます、ぜひフォローしてくださいそう、なんかそのコールが解禁されてどういう感じかなって思ったのと、本当にこう3期生コールが解禁されてなんか初めてだから、そうどうかなって思ってちょっと見に行きたくて昨日は行ってましたは声出ししないんですよ、私は普通に見守ってただけです、私はただ偵察に行っただけなので、別に自分が声出ししに行ったわけではない怖がってないかった、怖がってはなかったですけど、やっぱりいつもと環境が違うからちょっとなんだろう、こう意識がこう、まあ、集中しなかったじゃないけど、振りちょっと間違っちゃったとか、歌詞間違いちょっと気になったかなっていう感じではあったかな。やっぱでもね、状況がちょっと変わると気持ち的に、まあ、テンパる部分もあると思うので、これからまあ慣れていったら多分コールある中でのパフォーマンスもちゃんとできるようになるかなって思います。そう、なんかねすごい楽しそうだった、なんかあのなんだろう、コールがあることによってちょっとテンションが上がってるかなっていう気はしました。だから振りがちょっといつもよりパワフルな感じというかは、うん、見ててもすごい感じたかな。そうだからそれが今度これから振りだったりとか、そのなんだろう、歌詞間違いとか、なんかそういうのが安定してくるといいかな。そう多分ね、怖がってたわけじゃないと思うけど、
多分テンションが上がってちょっとそう動揺しちゃってたかなっていうのはあると思います。フラフラしてるファンをチェック、まあそれもあるまあそれもあるわな、うん、あ、そうそう、はるかも、そう、はるかと一緒に、はるかと一緒に来ましたっていうか、なんかあの一昨日レッスン、一昨日3期生と一緒にレッスンしてたんですよ。でそれでなんか一昨日そのレッスン終わりに2期ドラに明日私3期の公演見に行くんだけど行くって言ったのね、誘ったんだけど、その時は誰も反応なくてあれ私だけかなって思ったら昨日はるかが来てくれて、そうで、はるかと一緒に見てましたでもなんか私は普通にもう本当にじっと見てる、自分がファンの時からそうなんだけど、別に声は出さずにもうじっと見てるタイプなのね。そうでも隣にね、はるかがめっちゃ小声で「かわいい」って言っててちょっと面白かったはるか小声で「かわいい」って声漏れてた、公園見ながら。めっちゃ面白かったですいやそう、でも本当に可愛かったんだよね昨日もね、みんなちょっと面白かったそう、心の声聞こえてきた、隣のはるかからそうなんです。見てること3期生知ってるよ知ってるよっていうか、まあ見に行ってどうもみたいな感じ、別に事前に見に行くよとは言ってない、あの、まあ、マネージャーさんには見に行きたいですって連絡はするけど、その見に行って、まあ、当日劇場行って、なんかね、私が行った時はちょうどエンジン中だったんだよね、エンジン中で、あ、どうもみたいな感じだったそれ別に来ることを なんていうの全く知らないわけでもないっていうか、ね、まあ、直前に知るみたいな、あとまあ見えるからステージ立ってると、その後ろから見てるの、ね、はるかとか途中から来たから、一部の途中から来たから気づいたらいたみたいな感じかもしれないけど、私はエンジン前にあったので多分、まあ、分かってたかな、うん、そう、なんかでも昨日コールが解禁されて、どうだったかな、どういう感じかなと思ったんだけど、コールはでもやっぱしてる方はいたけど、昨日の公演はさ、コールが解禁されますよって言われる前に受付をしてた回だから、そのなんだろう、コールがしたくて行きましたっていう人じゃないじゃん、もともと普通にただただ研究生公演を楽しみたくて行ったら、たまたま今日からコールが解禁になりましたよだったから、そのなんだろう、多分もともとコールをさ、しっかりしてた方っていうのもすごいいたわけじゃないと思うのね。そうだからどうなんだろうな、でもコールはちゃんとは聞こえたけど、でもなんか多分全員が全員してたわけではないかなって思うし、多分してた方もなんか全盛期っていうかよりかは、まあ、ちょっと、まあ、探り探りみたいな、ちょっとボリューム小さめだったかなっていう気はしましたね、うん、TMM でもコール結構聞こえた、あ、本当に、そうそうそう、そう、でも結構ちゃんとコールは聞こえました、そう、多分次の公演からはもうちゃんとコールが解禁されますよってなって受付をした回だから、多分コールをずっと楽しみにしてた方とかも申し込んでくださってると思うし、そう、多分まただいぶ次の公演と違うかなっていう気はしますね、うん、そう、まだねちょっと遠慮してる感っていうのは感じたので、うん、だからなんかもっと声出しがしやすくなるような環境を私たちも作らなきゃいけないなっていうのは昨日の公演を見てて感じてて、なんだろう、煽りみたいなさ、特にコールが、まあ、コールしたい方は全然してくださってもちろん嬉しいんですけど、コールがわからない方とかはさ、
その声出ししたいけどでもコールわかんないしなってなった時に、なんかちょっとさ、なんだろう、こう遅れを取ってる感って感じちゃうじゃないですか。なんかそうじゃなくて、せっかく声を出せるんだからみんなでなんか声出して一体感が作れた方がいいなってすごい思ったので、そのコールがわからない方でも声を出せるポイントを作るみたいな、なんか皆さん盛り上がってますかって言ったらみんなイエーイってイエーイとかなんかいやーとかなんか言えるじゃないですか。そう、なんかそういうポイントを作れた方がいいなっていう、思ったので、なんかこうポイントポイントでね、なんかそういう煽りみたいなのを言えた方がいいなって思って、多分さ、私たちは、それこそ私は結構フェスで煽りをやることも多いので、なんかなんとなくすごいそれは感じたんだけど、多分3期生ってそもそもコールがある環境っていうのが、あのフェスの時しか、1回のフェスの時しかなかったから、そもそもそのコールがある環境に対してじゃあこっちがどうするべきかみたいなのは分かんないと思うから、それを提案しました昨日は見て、そういうポイントを作った方が多分向こうも声が出しやすくなるし、そう、煽りっていうものがさ、あんま多分分かんないと思うんだよね。そう、だからそれをなんかやった方がいいかなっていうのは伝えて、そう、なんかね、そのコールが解禁になってコールができる人だけが楽しいってちょっと違うなって私は思うので、せっかくだからやっぱり来てくださった皆さんと、そのコールができるからこそ作れる一体感みたいなのを今まで以上にやっぱこう作りたいから、なのでなんかそういう煽りポイントみたいなのはちょっとこれから増やしたいなって思ってます。公演そうそう、だからなんかそれによって、そのコールするぜも多分どれぐらいのボリューム感でコールをするべきかとかも多分ちょっと戸惑うじゃないですか。でも一回さ、声をさ出しとけばさ、ああじゃあこれぐらいの、なんか周りもこれぐらい出してるから、あじゃあ自分もこれぐらい出していいなっていうさ、なんかその温度感みたいなのがわかるじゃないですか。そうしたらそのコールしたい人もしたい人で声をなんかどれぐらい出すかとかもなんかこう探り探りじゃなくて、もう多分思いっきり出せると思うし、そうだからその周りの温度感も確かめるみたいな、そういうのがあったらいいかなって思うので、うん、14初リバイバル、嬉しい、楽しみ、来てください、来てください、来てくださるんですよね、嬉しい、初リバイバルありがとうございます。そう、なんかそういうのができたらいいなと思ってて、でなんかすごい昨日そのさ3期生の公演見た後にね、あの反省会にもちょっとお邪魔させていただいたんですよ。なんかすいません、ただ見に来ただけのやつがって感じなんですけど、そのなんか3期生の反省会にちょっとお邪魔させてもらったのね。でその時になんかその自己紹介の時に、そのどこから喋り始めたらいいかわからないって言ってて、はあやっぱりその問題ぶつかるよねってなってそうやっぱそうだよねって、なんかそのこうさ、まるまるがいっちゃん可愛いよとか、まるまるみたいなのを、なんかそれを遮っちゃうのが申し訳ないみたいな、いやわかる、その問題絶対来ると思ったみたいなやっぱそう、やっぱみんな困らせちゃダメって言ったじゃん。いやいいんですよ、ありがとうございます、いっぱいコールしてくださってありがとうございますですけど、やっぱね
そうだよね、困っちゃうよねっていう。まあ、でもこれからねきっと慣れてくると思うから、慣れてくるだろうし、いろんな対策方法がこれまでの先輩方によって作られているのであ、でもね、昨日はそれでも結構さっぱりしてるなって私は思いました。もう私たちの研究祭公演の時、なんか誰が最後に締めるか合戦みたいな俺がみたいな感じだったから、すごい昨日はわりかしすごいあのスムーズというかさっぱりしてんなって思った。逆にうん、昨日は全然長くなかったよね。そう、リリカのは、え、わかる、可愛かった。そう、私がすごい昨日可愛いって思ったポイントは、そのリリカの自己紹介の時のわーと、あと青そば前の MC で、そのリリノが次は最後の曲になりますって言った時のえーに対するリリノの顔と本当の第2部の最後のマックス前のユーハがその最後の曲になりますって言った時に、まあみんながまたえーとか、ま、今来たばっかりとか言った時にユーハが最後になっちゃうんですよねみたいな、なんかその言い方がめちゃくちゃ面白くてなんかね、その新鮮な表情、これが見たかったんだこれを見に私は来たみたいなぐらいで、そう、すごい可愛かったですめちゃくちゃ可愛かった。てかなんか昨日リリカめっちゃ可愛かったな。なんかその自慢話をするみたいな、 MC で自慢話をするみたいなところがあったんですけど、なんかなんて言ってたんだっけ、忘れちゃった、えへんみたいな普通の人それ言わないでしょみたいななんかリアクションをしてて、それがめちゃくちゃ面白かった超可愛かったですそう、私はなんかカフェラテとティラミスは食べられるよえへんみたいな感じがめっちゃ可愛かったそう、なんかなんだろう、めちゃくちゃ分かりやすいリアクションだけど、普通の人あんまそのリアクション取らないよなみたいなめっちゃ可愛かったです。ちょっとぜひ DMM で見てください。可愛かったそう、でもね、なんかコール、そうだね、コールがあるのがなんかすごい新鮮でした。私もでもパーティーのコールはめちゃくちゃ聞き慣れてるコールだから、そう、わ、懐かしいって私たちは思ったけど、例えばさ、そのなんだろう、スカヒラのさ、世界で一番好きなのとかさ、みんなはもうコールが戻ってきたと思って当たり前のように言ってたけどさ、メンバー側からしたらさ、え、そこ歌うのみたいな感じだったんじゃないかなってちょっと思ったみんなはまさかそこを歌うと思ってないじゃん。なんかありがちなコールはさ、まあなんとなく想像つくじゃん、そのイントロのコールとかさ、その辺は多分なんとなく想像がついてたと思う、コールが始まることに対してその歌うポイントまでは分かんないじゃないですか、ここ歌うんだって絶対あったと思うんだよね。ちょっと見てて面白かった。そのために歌唱解禁、いや、ね、どうなんだろう、なんか AKB さんのコールが解禁される時にもそう書いてあったらしくて、なんか特にそこに深い理由はなさそうだったけど、そう書いてあったからなのかな、分かんない。受験です、ありがとうございます。そう、なんか不思議だった。あ、でもあれでした、シャベピのコール、私初めてゆっくりちゃん、ゆっくりってなんていうの、ちゃんと聞いたなっ
って思った。そのなんかさ、俯瞰して聞くことないじゃんあんまり。なんかいつもそのしゃべピーのコール、自分が煽ってたりとかして、そのイントロに関しては自分が煽ってるからちゃんとコールって聞けてないし、なんか踊ってる時も、まあ、もちろん聞こえてはいるけど、そうなんだろうな、あのコールだけを聞いてるわけではないじゃん。そうだからなんかすごい、あ、しゃべぴのコールってこうやってたんだみたいな、なんかちょっとその一歩外で初めて聞けたのがすごい面白かったなと思いました、そう、そうなの。やっぱパフォーマンスしてるとね、もちろんコールがある方がやっぱ嬉しいし、なんかテンションも上がるんだけど、そのコールだけを聞いてるわけではないから、そう、あくまでも自分たちがパフォーマンスしてる側なので、やっぱコールだけに集中することっていうのはさすがに難しいんですよね。そう、でもやっぱその会場の雰囲気というかさ、盛り上がり方みたいなのはやっぱその手拍子とかよりも分かりやすいじゃないですか、声のボリューム感だったりとか。だからやっぱすごくそのコールだけを聞いているわけではないけど、でもその盛り上がってる感じっていうのはやっぱすごく分かりやすいし、それを感じることによってこっちもそのなんかこうパフォーマンスにより力が入るというか、それはあるかなと思ったので、そうね、だからすごいしゃべピーはちょっと見てて楽しかったです。そうなんでね、コール意識しちゃうとね、歌詞間違えちゃう、そう、それがすごいあると思う。そこがね、これからあの感覚を取り戻すというか、まあ経験をたくさんしていって、そこのなんかバランス感というかをなんか3期生はこれから学んでいけたらいいのかなって思います。そう、でも私が多分3期生の声見に行ったのが初日ぶりとかだったの。その DMM とかでは何回か見てたけど、その直接見に行ったのは本当に初日ぶりとかだったから、すっごい久しぶりに直接見て、そもそも2部に関してはセトリ変わってるし初日から。そうなんだけど、その全体的なパフォーマンスとしてはやっぱりなんかすごいあのちゃんと頑張ってきたんだなっていうか、レベルアップしてるなっていうのはちゃんと感じました。結構その皆さんからメールの返信とかでも、今日3期生の公演久しぶりに見に行ったんだけどみたいな、なんかすごいレベルアップしてたよみたいなのを結構何回か聞いてたのね、ファンの方からのメールで。そうなので、なんかまあそれもあったからどうかなって思って見に行ったんですけど、そうなんかすごくなんだろうね、あのもう初日から結構今の3期生は振りがめちゃくちゃ揃ってたんですよ。なんか初日とは思えないぐらいいい意味でなんかこう度胸があるというか、そのすごく振りも揃ってたんだけど、なんかね、こう何かもう一つあったらいいなみたいな、そのなんだろう、こう パワーなのかフレッシュさなのか、そうなんかなんだろう、初日なんだけどものすごい落ち着いてる感があって、でもやっぱ研究生らしさみたいなのももうちょっとあったらいいなみたいなのはちょっと感じてたのね、初日の時。でもそれがなんか昨日すっごい久しぶりに見に行ってみて、もうすごいそれぞれの個性も出てきたし、そのパフォーマンスの揃ってる感じっていうのはその初日の頃から変わらず、むしろやっぱここをすごいいっぱい練習して揃えたんだろうなっていうのがすっごい、特に細かい振りであればあるほどすごい感じて、そうだから初日以上にやっぱ揃えるところは揃えてる感じがしたし、ちゃんとその練習してるんだなって感じて、
でもなんかそこに、あ、初日もうちょっとなんかあったらいいなみたいに思ってた、なんかその個性みたいなのもすごい、それぞれのキャラがもうしっかり出てきたし、そう、あとやっぱまあコールが解禁されたのもプラスされてかもしれないけど、すごいそのパフォーマンスにこう力が入った感じみたいなのもちょっと感じたから、そう、だから、あ、本当に初日、そのファンの方からもメールで結構聞いてたけど、その初日の時よりも、あ、本当にすごくこうパワーアップしてるなっていうのは私も昨日見に行って感じたかなって思います、そう、すごいね、楽しかったです、普通に見に行って普通に見に行って楽しかったです。そう、でもね、あの本当にね、先輩の個性はもっとすごいからこれからリバイバル公演とか一緒に出たら、なんかもっともっと揉まれるっていうかもっともっとすごいキャラの濃い人たちにあのしっかり洗礼を受けるんじゃないかなって思います。個性なのか癖性なのか、なんかさ、なんだろう、その3期生もすごく昨日公演見ててそれぞれの個性が出てきたなって思ってて、その3期生も3期生ですごいこうまとまりもあるし、それぞれの個性もあって、そのなんかあれだよね、公演終わりのさ、あのツイッターに上がる動画とかもそうだけど、すごい、うわ NGT だなって思う時はいい意味でね、そのなんか なんなんだあれは別にあれ教えるとかじゃないよね、あれなんなんだろう、やっぱさ先輩たちを見てるとそうなるのかななんなんだろう、あの動画ってさめっちゃ NGT って感じするよねなんかあれとかを見てても本当にこの3期生もそれぞれの個性をなんか出しつつ、なんかすごいあるんだけど、なんかこのさ癖の強さが違うっていうかさ、なんか別次元の個性な感じがするんだよね、すごいそう、3期生は3期生ですごい個性出てきたし、多分すごいそれぞれ結構強めな個性をお持ちだと思うんですよ、3期も3期で。そう、でもなんかその先輩たちの個性もなんかそれとまた違った癖の強さみたいなそう、だからさ混じり合った時にすごいどうなんかどういう感じになっていくのかなっていうのはすごい楽しみかも、なんかね、そうだからそれがすごい、その今リバイバル公演出てる萌ちゃんのそのなんか先輩にこう混ざっていける感じっていうかさ、なんかいい意味で飲まれない、3期生は3期生の個性があって先輩は先輩の個性があるからこそ、なんか先輩のとこに入った時に先輩色に染まっていくんじゃなくて、なんかこう綺麗に混ざり合うっていうかさ、それぞれの個性をさらになんかぶつけ合うじゃないけど、なんかすごいそう感じるんだよね、なんか違うジャンルの個性みたいな感じ、そう、不思議な感覚、そう、なのでまあ多分今までやっぱり3期生は3期生で活動してることがすごい、まあ、私たちが研究生の時もそうだったけど、なんか研究生は研究生、正規は正規っていう感じでやっぱ結構壁がある感、まあ、今は分かんないけど、その私たちが研究生の時は本当に結構それが強かったなって思ってて、でそれがなんだろう、ときめっせとかかな、ときめっせとかの時に何かを一緒にさ、一緒に一つのことをやるみたいになった時にその壁がちょっとずつ崩れてきたなっていう感覚が私はすごくあって、今本当にだからちょっとそれに近い、3期は3期で活動してることが多かったし、正規は正規で活動してることがすごい多かったから、まあ、これから、まあ、今で言ったらリバイバル公演なのかな、リバイバル公演
を通してこう一緒に活動することによって、なんかその壁が少しずつこう崩れていくというか、なんかこう一体感みたいなのがもうちょっとこう作れたらいいなって思います。やっぱね、もうちょっと本当はさ、もうちょっとそれこそときめっせとか、なんかそういう大きい NGT 全体としての大きい出来事で、まあ、一つになる機会があれば本当は一番いいんだけど、今はそういうのがないから、まあ、せっかくリバイバル公演で3期生も出演するようになってきたし、そうなので、まあそこを通じて一緒に、そう、まあ、今3期生と一緒にレッスンさせていただいてるのもあるので、なんかそういうところで、その今までやっぱ3期は3期、先輩は先輩みたいな感じで活動していたのがこう綺麗に、ね、混ざり合うというか、一緒に頑張るみたいなのができたらいいなって思います、すごく、うん、そう、やっぱりね、そう、本当に私たちもすごい研究生は研究生みたいなことがすごく大きかったから、うん、一緒にね、なんかコンサートとかやることによって本当にこう一体感が出たなってすごい思う、私たちの時は本当に、うん、そう、だから本当はね、なんかそういう場があったらいいし、なんかそれを提供、後輩に提供できる先輩でありたいって思うけど、現状やっぱそれはすごい難しいのかなって思うので、まあでもなんかだから何もしないじゃなくて、今ある中でできることをみんなでこのグループとして一体感が出せることをやりたいなって。ツアーはツアーでなんか、まあ、3期生も入ったばっかりだったし、やっぱ先輩がメインっていう感じだったじゃん。本当私たちが加入した時のときめっせみたいな、先輩がメインで私たちはお披露目させていただいてるとか、一部出演させていただいてるみたいな感じだったけど、なんかそのみんなで作るみたいなのがこうそろそろ欲しいなというか、そう、3期生もちゃんと出る場があって、活躍する場があって、みんなで NGT ですよっていうのをなんか感じられるようなことがね、あったら、そしたら3期生も多分そのツアーの時よりも自分たちにもこう、まあ、出演する場もあるし、責任感みたいなのも多分芽生えると思うし、そういうのがあった時に、うん、まあ、でも今はそのリバイバル公演が一番それに近いものだと思うので、みんなでね頑張れたらいいなって思います。そう、でもね、私ね、パーティーもやりたくなったんだよね、昨日見てて。そう、やっぱパーティーもやりたい。その後輩がリバイバル公演に出てくれるのもめちゃくちゃ嬉しいけど、パーティーも出たい。だって昨日とかさ、花江がさ、ユニットしか出られなかったじゃん。なんかもう、え、全然入るよみたいな全然入るよみたいな感じ。そうそうなのよ、普段まあ8人公演でさ、でも花江が急遽出られない、ユニットしか出られないってなって、その何、ユニット以外の曲をさ7人でやってたからさ、そう、いや全然出ちゃう全然出ちゃうし、ってか出たいかもいやでもさ、まあ普段8人公演でも研究生10人だから、まあ、2人常に控えてる状態なわけじゃん。だからまあ2人いんのに先輩が出んのもちょっとまあ申し訳ないけど、それはそれでいやだったらその2人のどっちか出た方がいいじゃん、絶対研究生公演なんだから。いやそうなんだけど、え、全然いつでも出るよみたいな
タンバっちゃう。もう出た。えってかもう普通にニキドラでもやりたいって思った。ニキドラでもやりたい。でも9人なんだよね今確かニキドラって。あれ違ったっけ。ちょっとなんかポジション1個増やしてもらわないとちょっと全員は出れないってなっちゃうんだけどさ。そう789人なんだよね9人なんだけどさ、これが8人だったらさ、もう今研究生公演さ8人バージョンで作ってるからさ、対比で入れちゃえばさすぐできるじゃん。私たちが立ち位置覚えれば私たちが立ち位置を覚えればさ、もう研究生公演のまんま活かせるじゃん。もうなんか照明とかもそのまんまで動くて、私たちももうほんと出るだけみたいなそうだからめっちゃ簡単じゃん。私たちが覚えればいい話じゃない。なんかちょっとやりたくなったんだよね。8人8人か。え、どうする？9人いるけどなえ、あとだってもうその歌割りとかも当時の立ち位置に入るみたいな誰がどの対比になるかとかも もう当時の研究生公演の立ち位置でほぼ入る。私だったら多分萌えちゃんかな。萌えちゃんのところかも。スカヒラは夏希ちゃんのところだった昨日見てたら。懐かしいと思って。夏希ちゃんの歌割り私だった。多分パーティーは萌えちゃん。じゃあ私萌えちゃんのところ覚えるねえ、なんかさ、え、これね、すっごいこれ私がただやりたいって思っただけだから、これ私の願望だから、あのすぐな流して聞いてほしいんだけど、あのお披露目5周年の時にやりたい9月、今年の9月で研究生の、研究生じゃないね、もう間違ったニキドラだ。ニキドラのあのバンダイのさ、あのステージでお披露目してから5年なんですよ。え、めっちゃ良くない？節目なんだけどって思ってえ、5年じゃんちょうどって思って、え、劇場でなんかイベントやんないみたいな。え、パーティーやんないでも一部パーティー公演やって、ちょ2部はさすがに覚え直すのは面倒だから、もう2部は トークイベントとかにしようトークイベントとかにしたら、あのうちら一生喋ってられるからあのいつものショー、はい、あ、なんだっけ、公演後の配信のごとく、あの一生喋ってる人たちだからさしかもみんなはきっとそれを聞いてて楽しいと思ってくれる方々だからそう、だからちょっとね、あのお披露目から5周年の9月にあのパーティー公演ニキドラでやって、2部はトークショーみたいなやりたいなって個人的に思った。別に提案とかもしてないけどできたら楽しそうだなって思ったっていう話。そう、でもさ今ってさ、その研究生公演さ、その8人でパーティー公演やってるからユニット1人2つ出てるじゃないですか。だからそれぞれ当時やってたユニットに絶対に入るにして、あとはその空いてる席をもう1曲やるみたいなのはどうかなってめっちゃガチで考えてんの面白くないでもね、そうなるとね、スカヒラがね、私とはるかしかいないから、あと2ポジか、あと2ポジ誰かに入ってもらって、え、クラスメイトやってたの誰？あれ、ななみしかいない？クラスメイトの経験者。あと誰やってた、クラスメイト。あ、マナもやってた時あったかな。マナも一緒にやってたけど、マナはきっとアナクリマナはきっとアナクリ。アナクリはもうあの日野とマナ、それも研究成功の時から変わらずえ、クラスメイトって生身しかいない本当に。あ、でもそっか、チカナと青とナナミと、あ、ミリーとかだったもんね。そっか、生身しかいない
でもさ正直さ今のさ研究生公演ってさ着替えとかないからさ連続で出ようと思えば全然出れるよね。衣装そのまんまだし。え、じゃあ私スカヒラとクラスメイトやろうか。やろうか。え、でもさ実際私何がやりたいんだろう。もう一曲さ研究生公演のさ曲ユニットやるってなったら何がいいと思う。聞いて何になるのって話なんですけど、何がいいと思う。え、私はもう本当にスカヒラがやりたかったの。その研究生公演の時にそのユニット何になるか発表しますって言われた時ももうスカヒラしか考えてなかったぐらいスカヒラだけがやりたかったから。そう、しかもさ私たちの研究生公演さユニットシャッフルとかしなかったから本当にスカヒラしかやんなかったのね。そう、でもスカヒラしか考えてなかったからもうよっしゃーみたいなだったんだけど、ちょっともしその今の研究生公演ベースでやるんだったらもう一曲やらなきゃいけないから、そしたら なんだろう、スカヒラの他にもう一個なんだろうって。あー、キスダメね。確かに。え、キスダメ、キスダメってナナミしかいない。ナナミなんかずっとソロなんだけど。あれ、キスダメ経験者、あれマナもキスダメやったことある？ああ、カホがいいんじゃん。カホキスダメだったよね。あ、そうじゃん、カホ言った。カホだ、カホとナナミと、カホとナナミと、そっか。え、そうだよね、クラスメイトナナミだけで。え、じゃあカホとナナミと私キスダメやろうかな。立候補制なの。星の温度がめっちゃ多いんだ。夢とサーヤと帰りと、そうだね、あとヤヒダ。星の温度のカメラ目線も、でもさカメラの位置変わっちゃったからさ、そう私たちが研究生公演やってた時とさカメラの位置変わっちゃったからさ、え、どうすんの、あの上手のさあのあそこのカメラになったらさ、どうやってあそこのカメラで目線すんの。真ん中で踊ってんのにめっちゃ遠くからやだなそれ、せめて近づいててほしい。上手側のめっちゃ遠くから抜かれてんのに真ん中から上手のカメラに向かってめっちゃカメラ目線とかやめてほしい。そう、カメラの位置変わっちゃってんだよね。そう、すみません、ありがとうございます。そうなのよ。そっか、星の温度が多い。でもさサーヤもさキスダメとか似合いそうじゃない。サーヤのキスダメ似合いそう。衣装、でも衣装はまあちょっとパーティー衣装なのか、今の研究成功の衣装変わんないからあれだけど。お姉さんチームお姉さん、待って、チームお姉さんって言ったってみんなお姉さんだ。もうはるか以外二十歳超えてんだった。怖いね、はるか以外みんな二十歳超えてんだよ、みんなお酒飲めるんだよ、怖くない？恐ろしいな5年って。フォローしました、ありがとうございます。サーヤのキスダメはなんかリアルで、やめてよそのコメント。どういうこと。やだやだやだ。そうだよ、はるかも高校卒業してるから。あ、でもヒノとかさ星の温度似合いそうだよね。ヒノはもうじゃあアナクリと星の温度ね。ヒノ絶対合うわ、星の温度似合いそう。なんかもう表情まで想像できるレベル。絶対似合う。え、それで言うとでもマナとかスカヒラ似合いそうだけどね。マナのスカヒラみたい。あ、もう帰りはスカヒラやったら絶対もうスカとヒラリどころの話じゃないから、帰りはスカヒラはダメ。夢のスカヒラよくない？夢のスカヒラいいな。もうね、帰りはスカヒラやらせたらもう ぶありどころの話じゃないレベルで、もう完全に丸見え状態になりそう。じゃあ帰りはスカヒラあんま向いてない。クラスメイトに合いそう、帰り。クラスメイトよくない？
クラスメイトと星の温度とかどう？夢いいな。え、私のスカヒラ選抜、私とはるかはまあオリジナルで入ってたから2人と、あとマナと夢を推薦したい。で今本当はスカヒラって5人じゃないですか。でも今の研究成功にスカヒラ4人でやってるから、そう、あのこれで足りる。どうですかスカヒラ選抜、異論はありますか？よくない？めっちゃスカヒラ選抜結構良いと思うんだけど、どう？めっちゃいいよね。クラスメイトは今3人でやってんだけど、まあななみがまず、あとカイリと、うわー誰だろう、はるかかな、クラスメイト。ちょっとスカヒラと連続になっちゃうけど、着替えがないから大丈夫着替えないから大丈夫。その3人でなんかあのクラスメイト今3人でやってるから、あの謎の2サビ前なんか一人でずっとこうやってる謎の振りがあるんですよ。昔だとリリカで、今日じゃないや、今ルアちゃんがやってんだけど、ユニットシャッフルして、あの究極の癒しポイントがあるのね。これなんだっけ、あなんだっけ、こうして通学路偶然あったみたいに帰りたい、ずっとこうやってんの。あ、何なんだろうあれ、毎回可愛いんだけどさ。あそこってなんか燃焼ポジなのかな。前初日の時はリリクがやってて、今ルアちゃんがやってたから燃焼ポジなのかな。それで言うとはるかかな。はるかとななみと帰り、あれはるか村あれ村村民会議村民会議が始まっちゃう。クラスメイトだいぶやばそうなクラスだいぶやばそうなクラスだった。ちょっと選んだメンツがで、なんだっけ、アナクリが日野とマナ、もうこれは初期から変わらずで、キス玉、あれ待って、そっか今9人で考えてるから無理なんだ1人2曲が、そういうことか。キス玉はカホとナナミとサーヤ、まあ、マナでもあり、マナですぎるスカヒロとアナクリとキス玉と全部マナやんキスダメは、うん、ナナミとカホとサーヤがいいな。星の温度は夢とサーヤとヒノとカイ。え、どう？私結局スカヒラしかやってないけど分かる。マナって意外と何でも似合う。多分さ、星の温度も似合う、何でもできる、クラスメイトもできそう。マナは意外と何でもできる、うん、え、やりたいなやりたいな。クラスメイトとスカヒラが人数減っちゃってんのか、だからだね。え、めっちゃやりたい。そう、たまにねやりたくなんだよねパーティー。まあちょっと研究生公演の時は、え、何日連続でやるんだろうって思った時も なくはなかったけどなくはなかったけれども、そう、でもなんか久しぶりにってなるとやりたくなったパーティーうん、私が2曲やるんだったら、うーん、星の温度かな、うん、パーティーの振り今でも覚えてる、
覚えてないわけないじゃん、あんだけ出たんだから。もう初期中の初期だから、もう多分48グループで踊れない人間いないんじゃないかレベルで多分みんな踊れるよね。もうその、まあ、それぞれのさグループでのさ振り起こしの仕方によってさ多少振りは違えどさ、多分ほとんどの人が踊れるよね48グループ。すごくない？そう思うとパーティー公演ってすごいよね。え、あっちの方が覚えてない？夢しなまだ逆上がりとかの方が覚えてる。夢しなマジで覚えてない本当に何にも覚えてないや。逆上がり、え、どっちの方がでも多く出たんだろう、逆上がりと夢しなって。回数的にどっちが多いんだろうね。夢しなも2ポジ出てるからな。逆上がりは1ポジしか出てないけど、夢しな2ポジ出たからわりかし出てるはずではあるんだけど、夢しなの方が出てるかな。どうだろう、でも全く覚えてないまだ逆上がりの方。いやでも待って、言うて逆上がりもそんな覚えてないわ。あれとか覚えてない？私が鳥になった日否定のレクイエムだ。あんま覚えてないわ。あれなんかの時にやったよね、特別公演みたいな。もう私出てなかったんだけど、私は多分違う曲をやってた。あれ出てないけどなんかの時やってたよね最近、割と最近やんなかったっけ、忘れたわ。あ、それ逆上がりはやっただけか。リクイエムはやってないのか。リクイエム前のあの逆上がりからリクイエム入るときこれだけやったってことなのか。あ、そうかも。テン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 チェンのところだけやってたからリクイエム最近やったって勘違いしたのかもしれない。リクイエムはめっちゃ覚えてない女が鳥になった日。でも歌詞を覚えてない。大事にすること、テレ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 、死んだらダメということ、否定のレクイエム。こんぐらいしか覚えてなかったです。結局逆上がりもそんなもんだった。でもあれとか、海を渡れとか意外と覚えてるかも。太陽が叫んでる、あれこれも最近やんなかったっけ。なんかもう記憶が曖昧すぎて。でもこれはもうめっちゃ覚えるの大変だったから覚えてる。あれ発作起こしてた。あれ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 、消火栓のコックを開いて言葉ほとばしる水のダンス、ハーレムのように子供たちが笑いはしゃいでるよ、びしょ濡れの天使、みんなを幸せにできるならいつでも喜んで輪に入ろう、大人は遠巻きに眉潜め、馬鹿げているって何か言ってあげたけれど、世界中を待ちくので、ダメだ覚えてないわパーティー始めればいいのに、は肌の色だって言葉の壁だって宗教だって関係ないよ歌詞忘れたあ、大丈夫ですね、あたーろこれが本当のビース、じゃん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 じゃじゃじゃんじゃじゃじゃんじゃんじゃんじゃじゃじゃんた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 、ダメだ覚えてない。でもさあれで今 AKB さんなんか逆上がり公演やってるよね。それでなんかなんだったか何かの動画を見て、
うわ懐かしいって思ってちょっとだけ振りを思い出したのはあったんだけど忘れました。やっぱ逆上がりもそんな覚えてなかった言うてイムシナと同じぐらい覚えてなかったでもさなんかたまにやりたくなるよね。まあ今ほこりできてるからめちゃくちゃ嬉しいけどさ、なんかたまにはもう別のリバイバルをやっても良さそう。ほこりじゃない過去公演やっても楽しそうだなって思ったね。でもそれでほこりができなくなるのも寂しいけど、過去の公演もめっちゃ楽しかったし、やっぱ思い出さいっぱいさあるじゃんファンの方もね。だからめっちゃやりたいって感じもする。あばもう1時間経っちゃう。みんなね平日の昼間なのにこんなくだらない私の話を聞いてくれてありがとう。もう終わりにしますでもちょっと逆上がりと夢品はまたやりたくなってきたから振りちょっと思い出してみようかなって思った。でもパーティーは本当にそんなことしなくても全部覚えてるから力ドラはいつでもできます。パーティー研究生のアンダーにも入るよいつでも入るよ。でもまあ力ドラでやりたいパーティーまたやりたいですじゃあランキングを読みます。13位チューソンさんありがとうございます。12位ゼータンさんありがとうございます。11位コアイガメナさんありがとうございます。10位トシさんありがとうございます。9位トシーさんありがとうございます。8位ヒーローさんありがとうございます。7位カンヤトさんありがとうございます。6位雪だるまさんありがとうございます。5位ホシーさんありがとうございます。4位タカさんありがとうございます。3位ふさくさんありがとうございます。2位マーチンさんありがとうございます。1位なべちーさんありがとうございます。皆さん平日の昼間からありがとう。昨日に引き続き、あそうだ、もうあのさおしゃべり会ね3、4、5部完売ありがとうございます。ありがとう。最後のねオフラインだからね受付してる。ありがとうございます。みんな3、4、5部コスプレするって言ったからかな。そうあのこの前のねあの分この前のしゃべり会寒くてコスプレできなくて延期した分をその6月のおしゃべり会の3、4、5部にやるよって言ったら3、4、5部がもう急に完売しちゃったありがとうございます。みんなコスプレじゃない日も会いに来てよ。私コスプレにしか価値ないんですか。私ってコスプレイヤーなんですか私コスプレにしか価値ないんですか。悲しい。いやもちろん来ていただけるだけでとってもありがたいんですけれども、コスプレじゃない日にも会いに来てもらえたりしませんかねフォローしました。ありがとうございます。お待ちしてます。あと 1,2,6,7 部あるので、せっかくね、最後のおしゃべり会だから1個でも完売増やせたら嬉しいなって思うので、もうコスプレ人気は大歓迎ですけれどもコスプレじゃない部も会いに来ていただけると嬉しいです。とてもとてもお待ちしております。それではありがとうございました。バイバイ。